モンマンさん、いつもお疲れ様です。こちらは僕とポケモンの恩人ですので村に招き入れますよ。怪しくない？いきなり女の子連れてきたら怪しくない？すごいね、二つ返事だね。博士の信頼があるんだろうな、この村で。ポケモンに対する距離感はおかしいけど信頼はあるって感じ。はははすげえ平屋だな。2階建てって何？結構最近の建物なの？あんまよく知らないんだけど、その時代背景みたいな。めっちゃ見られてる。めちゃめちゃ横目で見るやん。顔は合わせたくないんだろうな。でも見たいからめちゃめちゃ横目なんだろうな。僕についてきてください。博士、やっぱちょっと村から嫌われてんじゃないか。大丈夫？銀河団のみんなのおかげでここまで発展したのです。マジ？銀河団？俺が知ってる銀河団ではないのかな。見ない格好に、なんかめちゃめちゃ噂してる。怖いなこれ。なんか素晴らしきこの世界って感じでちょっと怖いね。ポケモン調査しないと村の外にも出づらいです。ちょっと待ってよ、あいつ信頼できるか怪しいな。自分の足でやべやべ、強制的に俺のコントローラー操作された。博士、俺のコントローラー操作する能力持ってる。近寄ってきた？あまり寄らないで。え？ババアフィールド。ババアフィールド強え。引っかかってたわ。人を通さぬフィールドを張ってる。おっと、忘れていました。逃げたポケモンたちについて報告をしないといけないのでした。誰に？食堂で待っていてくれますか？ほんほん、橋を渡ってすぐ左の建物が食堂。芋づる亭です。なんか怖いな。とりあえずあの博士ちょっと信頼できるか怪しいんだけど、どうなんだろう。ナバナちゃん？ナバナちゃんだよね。ナバナちゃん？自分だけの畑が欲しくって海を渡ってきたけど、海を渡ってきた。ほうほうほう。それには安全に畑仕事ができる農場を作らないと話にならん。ああ、それで作ってるんだ、この二人で。ことぶき村にはあんたのような、奇妙な風体のやつも来るのかい。めちゃめちゃカールおじさんだよな。おお、めちゃめちゃ北海道。はい、この辺なんだ。札幌ってこの辺だっけ？ダイパだと最初のジムリーダーがいたとこだよね。ちょっと全然忘れちゃったんだけど。えらい、なんか物が少ない村だけど、だんだん物語が進むにつれて発展するみたいな感じなのかな。建物ちょっとしかないもんね。そうか、草が揺れたりはないんだ。なかなか今時のゲームで珍しいね。強い、この二人強い。へえ、レンガとかはあるんだ。いまいち時代背景が分かんないな。レンガってそんな昔からあんのかな。結構思ったより近代的だね。なんか1000年ぐらい前なのかなと思ったら、これか。めちゃめちゃ若いな。顔が若いな。肌が若いわ。うろんなやつよのムベ、若いな。芋づる亭はな、銀河団のための店。よそ者は帰った帰った。排他的、こういうとこなんだよな。表情おもろい、うん、なんだお前かぶいた格好してるけど。俺の知らないことばっか出てくるんだけど。そんな薄着だとポケモンに襲われたらイチコロだろ。ポケモンってやっぱ襲ってくる世界なんだな。だから捕獲するとか、ちょっと上から目線になるんだろうな、この世界の人たちは。なラベン博士って知ってるか。遠方からやってきた博士だけど、ポケモンに逃げられたりして点で頼りにならないんだぜ。あ、博士もよそ者なんだ。なるほどね。電気ショックなんてポケモンの技を浴びて寝込まなければ3匹逃がさなかったのに。え、どういうこと？電気ショック、あの3匹は使わない技だよね。ピカチュウとかいんのかな。テル君、合わせる顔がないのです。あ、ライバルだけど、おそらくね、ライバルだけど決まってんだな、名前が。ですがもう大丈夫です。こちらの MG56 君が僕の力となるのです。博士はどうやってよそから来て信頼得たんだろう。調査隊に入れるってことですか。また適当なことを。こんな変なやつ仲間にできませんよ。正しいよな、今んとこテルの意見正しいよな。強化する。怖っ。ん？お、あれ銀河団のさ、ボスってさ、こんな感じの顔じゃなかったっけ。うわー怖い、眉毛ない。スーパーヤンキー現れた。最も調査隊にふさわしい実力を持つならば。だが銀河団調査隊隊長の島星だ。島星さん、いい名前だね。なんかかっこいい、おしゃれだね。島星、眉毛剃ってるけど。ラベン博士から話を聞いた。逃げたポケモンを確保した能力を役立てる代わりに衣食住の提供を求めているとか。分かってるね。見たところ15歳ぐらいか。あ、そうなんだ。であれば一人前の大人として働くのは当然。現代とは常識が違うんだな。だが素性も知れぬ人間をおいそれと雇うわけにはいかない。明日試験を受けてもらう。相変わらずストイックなお方です。眉毛も全剃りだからな。
では僕たちは食べながら詳しい話をするとしましょう。明日の試験か。ムベさん、いつもの芋餅、今日は3人前プリーズです。あ、外国人ってことなのかな。ラベン博士は英語だもんね。最高の芋餅ですよ。ムベさんめちゃめちゃ若いんだよな、顔が。なんかアバターって感じしない？モバゲーのムベさん年齢不詳だな。いろいろ俺のために説明してくれてんのか。ポケモンは怖い生き物です。この時代はそうなんだろうな。まあ、今でも怖いけどな。どのような能力を秘めていて、どういった不思議なことができるのか、さっぱり解明されていないのですよ。大丈夫、現代になってもローズ博士っていうね、行動理由が全く分かんない人間いるからめちゃめちゃ不思議だから、あいつ。そこで MG56 くんなのです。ポケモンを3匹も捕まえました。いいですか、3匹もですよ。あ、そんなすごいことなんだ、3匹ってのが。うんうんうん、銀河団にはいないのです。こっから銀河団はなんかおかしくなっちゃうのか。うん、3匹もそれはすごい。みんな野生のポケモンに襲われながら1匹捕まえるのがやっとなのに。あ、そんな感じなんだ。ようこの世界で人間繁栄できたよな。なんで現代になってポケモンが覇権を取ってないのか。まあ浜に逃げたポケモンは襲ってはきませんが、あ、そうなんだ、なんだろう。ポケモンを恐れていないからこそ近づき、よく狙ってボールを投げられるのです。あ、ラベン博士のやっぱ日本語がちょっと読みづらいのって海外の人だからなのかな。おー、ムベさん喋った。おかしな人間を連れてきてのんきに食ってる場合か。体調なんて中で芋餅を10人前も眉毛。ポケモン図鑑の完成がほど遠いとはいえ、焼け食いにも程があるぞ。あ、ポケモン図鑑の完成はやっぱみんなの希望なんだな。実績が必要だよな、やっぱ認められるためには。すっかり夜じゃん。いやー、デリシャスでしたね。のんきだな。いいですか、 MG56 は試験に受からないと調査隊になれませんよ大丈夫かな。試験ってなんだろう、何かを捕まえてこいとかそういうことなんだろうな。おお、眉毛だといいな。 MG56 とやら、今夜はあちらのスクシャを提供すると。ありがとう、優しいね。だが試験に受からねば、え、明日からは村の外で生活なんとかなりそうな気がする。俺だったら最悪のたれ死にだな。眉毛めっちゃ怖いね、やっぱ主人公のその表情何なのおもろいわ全然困ってないけど、とりあえず困った顔しとこうみたいな顔してるような。僕たちを守るためにも強く振る舞っているんですよ。まあ、この時代は強い人じゃないとやっぱ生きていけないんだろうな。それにしても空から落ちてきたってお前何者なんだすごい今更な疑問だな。みんな思ってるよ。俺も思ってるし、主人公も思ってるから。あ、いつもおなじみの木の実が売ってるね。モモンとかそんな名前だったよね。ここで散髪ができるのかな。髪型とか変えれるのかな。あ、これは着せ替えかな。珍しいお召し物、どこからいらしたのかしら。俺も珍しいけど、やっぱ博士も白衣ってのはこの時代では珍しいんだろうな。ここは多分衣装チェンジとかできるんだろうね。何これ、牧場、放牧場ね。いっぱいになるほどポケモンを捕まえる人なんているのかな。あ、ボックスみたいなことなのかな。この時代さすがにボックスはないだろうから、マサキもいないし、ここにポケモン放っとくってことなのかな。放牧場、ギャラドスとかどうするんだろうなさあ村の外に出よう危ないですよ。よかった、ちゃんと危ないですよって言って止めてくれる人がいてよかったわ。まだ信頼できるな。さあ、これが宿。おーおーおー、めちゃめちゃいいとこじゃん。 VIP 待遇だね、主人公。食べ物まで置いてあるし。もう遅い、布団で寝るとしよう。モルガナみたいなこと言うな。これ何、道具をたくさん収納できそうな箱が置かれている。なんかモンスターハンターっぽいね。ここであれか、調査に必要な物品とかを揃えたりするのかな。鏡、あれ鏡じゃないか。主人公が吸血鬼ってことだよね。標語一つ、礼儀正しく。今んとこ銀河団あんま礼儀正しくないけどね。ムベさんね、一つ、目上を敬う15歳の俺は舐められまくってるってことか。弱者を助ける、困難に立ち向かう。なんか今んとこ銀河団あんま守れてないね。俺に対する扱いがすごい反対だったな。やっぱあんま銀河団っていい組織じゃないんじゃないかこれお、なんだ、おお、ビッパいるんだ。ポケモンって進化しねえな、何百年も。お、なになに、あ、また別の人が落ちてきたみたいなことかな。おい、起きてるか。すごい雷があったよな。早く来ないと知らないぞいきなり寝坊はやばいね、主人公。勇気ありすぎだよな。お、
朝焼けかこれ。知らない土地だろうけどぐっすり眠れたのか。シンコでかいね。テル君がちっちゃいのかな。ほら本部に急げよ。島越隊長を任せるなと。やばいやばい、眉毛を怒らせたら相当やばいよ。なんか格好もそうだけど主人公ちょっと露出が高すぎて心配だよな。この世界露出全然高くないもんね。まあ寒いのもあるんだろうけど。なあムベさん、上は食を選ばずというのが、煙芋にはこだわりたい。煙芋、この地方特有の芋なのかな。それで芋餅を作ってるのか。すごいね色。銀河団本部だぜ。こんな広い建物知ってるか。ないな、平屋しかなかったわ。しっかりしてください。野生のポケモンたちに襲われた。相棒のポケモンも繰り出したが群れ相手では多勢に無勢だな。あ、やっぱポケモンバトルはあるんだね。遠くまで出かけるのです。医療費隊が、治療しますからと。お前は試験に受からないと村の外で死ぬかもな。結構やっぱそういう世界なんだよな。途中誰か死んだりすんのかな。テル君死んだりすんのかな。感動のシーンみたいな。それ以前に試験を受けるにしても相棒がいないとやっぱ死ぬかもな。あ、何、相棒もらえるんだこれで。眉毛、島星隊長 MG56 です。眉毛許可する、入れ。怖いな本当、眉毛ないの。マジでヤンキーだよな。説明する。OK シール。へえ。入団試験だが、黒曜の原野にてビッパ、ムックル、コリンクという3種類のポケモンを捕まえてもらうと。めちゃめちゃダイパだね。いきなりポケモンを3種類も捕獲。そんなことできた人なんていないのに。やったよ、さっきやったわ。昨日も3匹捕獲したのだろ。ラベン博士の言ってたことが事実であればたやすいはずだ。私たち銀河団にはただ飯を食わせる余裕がない。君が役に立つ人間だとみんなに知らしめる必要がある。まあそれはそうだよな、実績が必要だよな、認めてもらうためには。対応する調査隊専用のポーチだ。俺そんなのなくても腰にスマホしまえるけどね。50個ボール持ってるけどね、ポケットの中に。へんてこな格好にポーチは似合わないな。さあ行けてる。何か、あ、一緒に来てくれるんだ。さすがにやっぱ女の子一人のに放つのは抵抗あったのかな。おお、入団試験。グッモーニーです。やっぱ外国人なんだろうな、ラベン博士は。どうしたんだよ。もうここで生きていくためにぜひとも合格してもらわねばなりませんと。そのために博士である僕がサポートできることといえば、はい、どう豪華。やっぱこれが御三家なんだね。へえ、すごいな。なんでこの3匹なんだろう。おお、さあ MG56 君、気になるポケモンを相棒に選ぶのですと。これで御三家選ぶってことか。なるほどね。じゃあちょっと一旦今日はここまでにしようかな。この次じゃあ選ぶところから始めよう。一応なんかポケモンアルセウスは序盤の方を動画にしようかなと思ってるんだけど、面白かったら全部やってみようかな。ちょっとどんな感じかまだねゲーム性が分かんないんで、まあ、続きじゃあちょっと遊んでいきましょう。また次のパートでお会いしましょう。